U から17日本代表は11月10日から12月2日に開催される U17 ワールドカップ W 杯インドネシア2023に臨む。相手には15歳で A 代表デビューした逸材も。セネガル代表 FW アマラディウフ C ゲッティイメージズ17歳以下の世界一を決定する FIFAU17 ワールドカップが10日に開幕を迎える。 世界各国の未来を担う精鋭が集う場であり、世界大会の中で最も年齢の低いカテゴリーの大会だ。今回も、死の組、になっちゃいましたね。そう言って笑ったのは U から17日本代表を率いる森山義郎監督。今大会の日本は、A 代表が世界王者になったばかりの伝統国であるアルゼンチン。 アフリカ王者として大会の優勝候補の呼び声も高いセネガル、レバンドフスキ世代以来の豊作と評されるポーランドと同居するタフなグループに入った。実はこの大会、日本は第1シードグループにあたる、ポットワンに分類された。過去大会での実績に加え、アジア王者になっていたボーナスポイントが加わっての措置なのだが、そうは言っても厳しい組に入る気がする、という指揮官の予感は的中。 各ポットで、ここは手強いぞ、と思った国が次々に入ってきた、森山監督、という流れになった。セネガルには15歳で A 代表公式戦デビューを飾った FW アマラディウフがおり、アルゼンチンの10番を背負うクラウディオエチェベリはすでにリーベルプレートのトップチームでもプレーする期待のタレント。ポーランドならイタリアのパルマでプレーする大型 FW ダニエル・ミコライフスキなど、 将来楽しみな選手の名前が次々と上がる。ただ、逆に言えば、そういう相手とこの歳でぶつかって自分の足りないものを体感したり、俺はどこが相手でもやれるんだ、という自信をつかみ取ることができれば森山監督、でもある。選手たちからも悲観的な言葉は聞こえてこない。強い国ばっかなので、めちゃくちゃ楽しみです、と DF 長野シュート、FC 東京 U18、 画面を輝かせ、そういう国とやりたいと思っていた、と MF 中島陽太郎、サンフレッチェ広島ユースが臆せず語ったように、選手たちはむしろ歓迎ムード。世界大会ならではの対戦カードの連続に、みんなでワクワクして臨めれば、森山監督、というスタンスを貫く。